市内沿岸部の津波避難対策について協議する検討会が松阪市役所で開かれ、今後の津波避難対策の基本方針案が示されました。今年度設立した松阪市津波避難対策検討会は、有識者や消防団員など7人で構成されています。この日の会議では、津波避難困難地域の抽出や津波避難対策基本方針案について事務局から説明がありました。津波避難困難地域とは、津波の到達時間や避難場所までの移動時間などを想定した際に、高齢者などが逃げ遅れる可能性がある地域のことです。市内の津波避難困難地域には、五ノ市町、高須町、松瀬町の一部が抽出されました。これら避難困難地域の解消に向け、松阪市は津波避難対策基本方針の素案をまとめ、津波避難ビルの指定や津波避難タワーなど避難施設を整備すると説明しました。委員からは、避難に時間がかかる高齢者らの情報を各団体で共有することが大切、それぞれの地域特性を把握し整備に取り掛かる必要があるといった意見が出されました。市では1月下旬から基本方針案に対する意見を市民から募集するとともに、1月28日には防災市民懇談会を開き、意見を取りまとめる予定です。